いつもご利用ありがとうございます。プレイヤーズ店長のヌイダです。本日のプレイヤーズムービーは先日大成功に終わった&1 ビッグステープツアー in Japan ファイナル、こちらの模様を自分なりに振り返りたいと思います。今年で6回目の、来日となった、ミックステープなんですけれども、今年で最後でした。でも本当に、最高のツアーになったと思います。イベント前日にはですね、ミックステープのメンバーが、全員、プレイヤーズに来てくれました。この T シャツはその時にメンバーにサインしてもらったものなんですけれども、この赤い文字が、こちらにいるメンバーに書いてもらったもので、最後ということで今までミックステープに携わってですね盛り上げてくれた関係者のサインをこの黒のペンでもらいました。プレイヤーズのスタッフがいたりアンドアンの関係者そちらの方にもサインをもらいました。で、この後ろなんですけれども今までのミックステープのメンバーですねプレイヤーの名前を勝手に自分で書きました。この T シャツを着て観戦に行ったんですけれども応援グッズとして、こちらのですねメッセージボードも、持ってきました。で注目選手の、2人のメッセージを、メッセージもこうやってアピールしたんですけれども、ボンコレクター本当にすごかったです。あとエアプゼアは2回転ダンクは見れませんでしたが、こうしてサインをくれました。そして試合終了後にはなんと、ゴーゲットイットが実際着用していたゲームジャージ、これをゲットすることができました。これ本当に記念のものになりました。こうしてですね、プレイヤーズには、ミックステープの、グッズがこうして飾ってあるので、プレイヤーズに来れば余韻に浸れると思います。ここで、ミックステープメンバーがファイナルゲームで着用していたシューズを紹介したいと思います。まずはこちら、ボーンコレクターやスペシャル FX が履いていたのがこのバリシャンミッド、L2G 搭載の、クッション性がいい、非常に高機能のモデルとなっております。続いてこちらが、エアアップゼアやプロフェッサーが履いていたのがこのプロフェッサーミッド、これは人気ナンバープレイヤーのプロフェッサーのシグネチャーモデルで非常に軽いです。そして AO が履いていたのがこちらプログレッションミッド、これはですねアンドワンの中では比較的幅広モデルで以前、昔ですね大好評だった通知ミッドのソールを使用しております。非常にグリップのいいシューズとなっております。そしてですね、バッドサンタが着用していたシューズなんですけれども、これはまだ発売前のモデルなんですけれども、会場のみで配られていたこのチラシに載っているこのシューズ、これを履いていました。タイチタイガーミッド、アンドワン普及の名作タイチミッドの10周年記念モデルとなります。これが来年の2月に発売予定です。非常に注目となっております。ミックステープは、終わりますが、アンドワンは終わりません。今後もこういう新しいシューズを出したり新たな展開でバスケットを盛り上げてくれると思いますので今後のアンドワンも注目していてください。はい、今回でミックステープツアーはファイナルとなりましたが、このファイナルツアーの DVD も発売が決定しました。12月2日が発売予定です。こちらの DVD ご予約はぜひプレイヤーズでよろしくお願いします。そして近日中に、プレイヤーズのホームページでもイベントレポートをアップしますので皆さんそちらも注目していてください。以上本日のプレイヤーズムービーはミックステープジャパンツアーインファイナルを振り返るでした。本当に今まで多くの興奮と感動を与えてくれたミックステープに心から感謝したいと思います。本当にありがとうございました。